当中助伝第26途中からきます陛下には親しく赤電を耕し,耕して脳を率先され朝まだき目覚め早く起きて万民のため有労なされ王子を私有して賢者を求めることに努めておられることこれもまた行春の留意したところでありますがしかしながらまだ 工業や美徳の得られないのは主たる死、えー、たちが平素より勤め励まないからでありますそもそも平素より主を養わないで賢人を求めようとするのは例えば玉を磨かないでその綾を求めるようなものでございます元より主を養う大本は 大学以上に大きいものがなく大学は剣士の由来するところであり教科の本源であります今一軍一国の多人数をもって作文に応えて敬書の義にあたる者がいないならばこれは王道がともすれば対応とするのであります真として陛下が大学を起こし学に明らかな死を置いて天下の死を要請なさることが願わしく しばしば交差質問してその才能を尽くさせるならば英春の人材は得られるはずであります。今の軍主権令は民の指導者であり御託を伝えて特化を述べ,る述べるべき人たちでありまするゆえこれら指導者が賢明でなくては人種の徳は述べられずその御託もあまねく流れません。今や役人はすでに下々に教え諭さず。 ある者は主張のノリを承り持ちいないで百姓を暴虐し勧人どもと交易して利益を追求しために貧窮、孤弱の人たちが恨み苦しみ職を失うていることは甚だ陛下の御印にかなわないところでございます。それゆえ陰陽が錯誤し邪気が充満し 生きとし生ける者がその生を遂げること少なく庶民が救われないのもすべて調理の懸命でないことがこうした事態に立ち至らせたのでございます。注釈え調理というのは 軍種県令など地方間の比較的好禄のもの戻りますそもそも調理はその多くが老中中老の出身であり老理はまたその多くが即2,000の師弟で注釈、えー、即じゃない理ですね理2,000の師弟で老理というのは んこの「理はいらないと思いますね。老中中老などの老って「老」えー、っと老の話をしていると思います、えー。そもそも調理はその多くが老中中老の出身であり「えー、っと老」はまたその多くが「利」2,000席の指定でんこの「理がいらないのかなもしかすると2,000席の指定で。 李二千席の指定こっちはいいのかなろうはまたその多くが李二千席の指定で父母の、えー、父兄の放任により選ばれたもの要するにあの父兄の保証によってですね、えー、と任命されたというような感じでしょうかまたは 資産家であるため資官できたものですから必ずしも賢明な人たちではありません。えー、とこの資産家っていうのはなんかあのこの当時はですねこうお役人比較的功録のお役人になるにあたってですね資産があるっていうのは一つの条件だったようでございます。やはりこう資産がある人の方がこう余裕があってこう悪いことをしないというふうに思われていたようでございます。えー、先に行きますかつ 昔のいわゆる「公」とは注釈この「公」というのは仕事の成績・効果に同じ戻りますかつ昔のいわゆる「公」とは官に任じて才能がその職務に可能た度合いによる序列であって 正しく積み重ねた年功を言うのではなくしたがって才能の乏しいものは年月を重ねても召喚を離れず賢明な人材は月日を積まないでも補佐役となることを妨げなかったのですまあ、年功序列じゃないってことですねそのため役人たちは力を尽くし地を尽くしその業を収めて効果を上げようと努めました効果成績をですね しかし今はそうではございません。日を重ねるだけで尊くなり、年を久しく積むだけで感を極めるのであり、かくて清廉の死と汚辱の人とが混乱し、県と不省とが交じり合手て見境がつかず、まだその実際がつかめないのです。真愚かながら思いますことは、もろもろの烈行軍手二千席にそれぞれの利民の中から賢者を選び、 年ごとに2名ずつ推薦させてこれを祝英に教しまたこうして大臣たちの推薦の能力を見推薦された者が賢者であれば推薦者に賞があり不祥の者であれば罰があることにしたらと存じます。 それこのようにすれば諸侯理、二千石はいずれも賢人を求めることに心を尽くすでしょうし天下の死が得られこれに感を授けてその才能を使うことができますこうしてあまねく天下の賢人を得られるなら三能のような精製、えー、も実現しやすく行種のような名声も手に入れることができます日月を積み重ね、えー、日月を積み重ねることをことせず 実際に権能の程を試すのを上策とし才能をはって勘を授け特性を指して位を定めるならば聖霊の使と汚職の人が人とがその道をことにし剣不上もそのところをことにするでしょう。陛下がお恵みを加えられ私の罪が寛大に扱われます,ますよう。法律によって で束縛されなくて済むように、また切磋して、これらを極め尽くすことができるようにしていただけます。ならば、神はどうして愚心を尽くさないでおられましょうか。注釈、あの切磋切磋琢磨とよ、よく使いますけれども、切磋は。えー、っと。学問、道徳などを練り磨くこと。戻ります。 そこで天使はまた作文して言った「聖に言う」「思うに」「よく天を言うのは必ずその長生が人にあるからでありよく古を言うのは必ずその謙生が今にあるからである」と聞いているそれゆえ陳は天人の相関について問いを垂れ「神は東具を良しとし、まあ、行春」ですね「下は血中を悲しみ」 次第に弱まり次第に滅び次第に明らかになり次第に盛んになる道について虚心に反省して改めた今死体符は、えー、注釈、この死体符というのは当中女のこと今死体符当中女は陰陽が万物を創造回復するゆえんに明るく先生の偉業に通じていながらしかもまだ文,が文章がまだ意を尽くしていないのは なんと当制の事務に惑うているためなのだろうか古代の政治の筋道において急遽するところがなく後期においていまだに決着がないのは思うにちの見る目が明らかでないためなのだろうか聞く耳が惑うているためなのだろうかそもそも三王の教えはその始まりが同じではなくいずれも短所があり ある人は久しくいつまでも変わらないのが道であるというが思うに道はどうして異なるのであろうか今死体符はすでに帯同の局地を明らかにし治安の短所を述べたがいざこれを尽くしこれを極めこれを熟慮しこれを反復して述べよ死にもあるではないかあ何あ時君し、常に安息するなかれ中略神これを聞き 汝の慶福を助けんと注釈生が生命の死」「仁君はかりそめにも自ら暗挙すべきではない」「もしそのくらいを休んじうやうや終始道を直くしていくならば神は云々の意味「景、えー、景色の景」という字ですがこれは「大」「解」えーと「解除の解」という字は「助ける」 解除ってだから両方助けるっていう意味なんでしょうかね。慶福慶福休っていうのが朝鮮にありますけどねはい、えー、先にいきましょう。「陳は自ら見たいと思う死体不要努めてこれを明らかにせよ」。従条はまた答えていった。神「秦は論語に始めあり終わりあるものは」。 それただ聖人かとあるのを聞いております注釈、えー、以上は論語の主長編道には始めもあり終わりもあるその道の本末を同時に金備え得るのはただ聖人のみであろうの意味、えー、しかの言葉今陛下には幸いにもお恵みを加えられ 詩説を受け学んだ真の言葉に耳を貸され再び明らかな作文を下してその意を磨き正し聖徳を極め尽くされましたがこれは愚心などのつぶさに述べられるところではございません先に建てまつりました対策が筋道において苦境すること,ところがなく後期において決着がなく源氏が明白ではなく真意が不明でなかったのは真の知識洗浪の罪でございます 作文によく天を言うのは必ずその嘲笑が人にあるからでありよく古を言うのは必ずその現象が今にあるからであるとありました。神は天というものは諸仏の,ものえ祖であり諸仏の祖親でありそれゆえあまねく多い全てを包含して何者を目別せず日月風を立て設けてこれを調和し 陰陽感謝を図り営んでこれを生成すると聞いておりますそれゆえ聖人は天にのっとって道を立てまたあまねく愛して指針がなく徳を式人を施して民生を厚し義を設け礼を立てて民心を導いたのでございます春は天が万物を生成するゆえんのもの仁は仁君が万民を愛するゆえんのものでございます 夏は天が万物を成長させるゆえんのもの、徳は人君が民を養うゆえんのものでございます。霜は天が万物を殺すゆえんのもの、慶は人民が民を罰するゆえんのものでございます。こうしたことによって言えば、天と人が相関する嘲笑は古今の道でございます。 孔子は春秋を作って、神、これを天の道に計り、死も、それを人の情に正し、これを古に計り比べ、これを今に考えました。それゆえ春秋が阻しっているところは、災害が加えられたところであり、春秋が憎んでいるところは、怪異が施されたところでございます。放火の過ちをかけば、それがかねて、 彩意の変を書いたことになり従って人の出すところを見ればその美衆善悪の極みがすなわち天地と流通し往来して相応ずるとするこれもまた天を言うことの一端であります。古にしえは教訓の勘を備え徳を持ってよく民を強化することに努めすでに民が大いに特化された後は 天下には常に一人のの罪もも争いもなかったのですこの間は今の世には廃止されて設けられないため民を強化することがなく民はそれゆえ道にかなった行いを捨てて財家利益のために死に物狂いとなり各手法を犯して罪が多く1年間の国案が満線をもって数えるほどでございます。 この点からして古法を用いなくてはならないことが分かりますしそれゆえ春秋は古法を変えるとこれをそしっております。天の霊はこれを銘と言い明は聖人でないと行われません。生地のまま飾り気のないのはこれを聖と言い聖は強化しなければ完成しません。人の欲はこれを情と言いい情は制限しないと接することができません。 このゆえに王者は神転移を受けることを謹んでその命に従いしも教えを明らかにし民を課することに努めてその性を完成させ法度の適宜を正し上下の順序を区別して欲を防ぎます。この三者を収めてこそ三者っていうのは要するに名と性と情ですね。命生情この三者を 治めてこそのの大元が得られるのでございます人は命を天に受けておりますが元より人間以外の生きとし生けるものに朝然と異なっておりうちには父子兄弟の、えー、親しみがあり外には君心上下のよしみがあり改修して会い会えば老人徴用の並べ方や施し方に序列がありさ前然と明らかに筋道があって互いに混じり合い 完全と喜び、温情があって互いに愛し合う。これが人の尊いゆえでございます。五穀を生成して人を養い、絹、麻をもって人に着せ、このそ相桑っていうのは、桑からおかいさんで絹を作るっていうことなんでしょうね。絹、麻をもって人に着せ、六種の家畜によって人を養い、牛を車につけ馬を乗りしろとし、 氷を囲いに入れトラを檻に入れて飼いならす。こうしたことで人は天の助けを得て物に尊ばれるのです。されば孔子は天地の性は人を立つしとなすと申しております。注釈以上は光教 天の本性を明らかにして自らものに尊ばれることを知り自らものに尊ばれることを知ってしかるのち仁義を知り仁義を知ってしかるのち礼節を重んじ礼節を重んじてしかるのち禅道におることに休んじ禅道におることに休んじてしかるのち道理に従うことを楽しみ道理に従うことを楽しんでしかるのちこれを君子というのでございます。 それゆえ孔子の言葉に「名を知らざればもって君子たることなきなり」とあるのはこうしたことを指していったものでございます。注釈、えー、ただいまの引用は論語の行圧「地名は天命を知ってこれに休んずること」戻ります。作文に、 神は東具をよしとし下は血中を悲しみ次第に弱まり次第に滅び次第に明らかになり次第に盛んになる道について巨神に反省して改めたとございました。神は「賞を集めて他を成し賞を積んで代を致す」と聞いております。 それゆえ聖人でも安をもって命をいたし知をもって、えー、美をもって剣を表さないものはございません。これは まあこのままいきますかはいそれゆえ聖人でも安をもって命をいたし美をもって剣をいたさないものはございませんしたがって行は諸行から起こって定位につき注釈、えー、諸行行は東行というなので東具とか言ってますね 諸侯から起こって定位につき春は新山から起こって位につきましたが注釈、えー、春は歴山で耕していた戻ります決して一実にして現れたものではございません主に善を持ってこれを招きいたしたのでございます善というのは、えー、注釈禅寺おもむろに進むこと戻ります 言葉は己から出るもので、それは防ぎようがさぎようがなく、行いは我が身から発するもので、それは覆い隠しようがございません。原稿は治めなくてはならぬ重大なもので、君子が天地を感動させるゆえんでございます。それゆえ、賞を集め尽くす者が代をいたし、美を積む者が現れるのです。死に ここれこの文の昇進よく,よくたりとありますように注釈大が大名の詩戻ります行は教強,強と改心して日々その道を行い春は行々と教苦して日々その功を尽くし ちょ,ちょっとごめんなさい少ししずれましたね善行を積んで名現れ特攻が明らかで実が尊ばれましたこれはその次第に明らかとなり次第に盛んとなる道でございます善行を積んでそれが実につくのはあたかも日が一日一日と長くなっても人はそれと気づかれないのに似ております注釈一説に身長が日一日と伸びると解する 悪行を積んでもそれが、えー、悪行を積んでそれが身につくのもやはり火が油を溶かしていながら人にはそれと見えないような具合でございます。人の正常に明るく世の流俗につまびらかなものでなかったら誰がこうしたことを知ることができましょう。 これ、当具が黎明を得、血中が痛みを恐れられるゆえでございます。そもそも善悪の愛、従うことは影や響きが形や声に応ずるようなものでございます。従って血中が傍慢だったので、斬心、俗心が並び進み、賢人智者が隠れ不し、悪は日々に現れ、国は非一日と乱れていたのに、 天実が空にかかって滅びないように自分も滅びないと安全安心していたためついに善事衰えて破滅に至りました。それ暴虐婦人の者も一実にして滅んだのではなくやはり善をもってそうなったもの。それゆえ血中は無道だったとはいえしかしなお十年余りにわたって国家を受けていました。 これがその次第に衰え、次第に滅んだ道なのでございます。作文に、三能の教えはその始まりが同類ではなく、いずれも短所があり、ある人は久しくいつまでも変わらないのが道であるというが、思うに道はどうして異なるのであろうかとありました。神はこう聞いております。そもそも楽しんで乱れず、反復して明かざるこれを道という。 道なるものは万世に破れなく破れなるものは道の質なりと。洗脳の道には必ず偏って立たないところがありそのため祭りごとには明らかでなく行われないものもありますがその偏ったものを上げその兵を、えー、破れを補いさえすればよいのです。三能の道はその始まりが同じではないことは。 それらが相反するということではなくおごりを救い衰えを助けようとして太田変化が死からしめたのでございますそれゆえに孔子が無意にして収まるものはそれ春夏と言ったように注釈論語の A 霊光編自分自身は何もしないで天下が収まったのはまず春であろうかという意味戻ります 舟は暦を改めえ政策を改めですね服飾を変えて天命に従うただけでありその他のことはことごとく行の道に従うたものどうして改めることをいたしましょうやそれゆえ王者に制度を改めるという名義があっても道を変えるという実がないのですしかし家が宙を重んじ因が刑を重んじ州が文を重んじたのは 前代を継承してその破れを兵を救うのにこれを登用したのでございます。講師の言葉に、委は、因はかの霊による損益するところを知るべきなり、衆は因の霊による損益するところを知るべきなり、それあるいは衆につがんのは百世といえども知るべきなりとありますが、注釈、えー、論語の異性、異性編。 損益云々は増減があっても例の対抗は変わらないこの点から考えると今後週に次いで起こる世代があっても100代の先までもその例の在り方は大体に分かるものだという意味戻りますこれは今後百王が用いる例もこの三者の範囲であることを言ったものでございます 家が愚の霊によりながらこの場合だけ損益するところがあると言わないのはその道がさながら一つのものでありおもんずるところが同じからでございます。道の大根本は天から出ますから天が変わらない限り道もまた変わらずこうして右は旬に次ぎ俊は行に次ぎ行旬卯の三世が愛を受けて一度を守り 互いに前代の兵を破、まあ、れを救う制度を必要としなかったためその損益するところを言わないのでございます。これによって考えまするに収まった清々に次ぐものはその道が前代に同じく乱世に次ぐものはその道が前代に変わるのであります。今間は大乱の後に次ぎいささか宗の分の極致を損減存してえ注釈 えー、極地というのは、えー、とこちらの本文では文地になってますね文地こうなってますねこの地っていうのが四国なりとこうなってますね文の極地かは中を尊び因は質をた質、えー、質量とかの質ですね質を尊び衆は文を尊ぶこれは講師がその理想的方法を春秋に具して 太平の世を諸法の上に表したとする供養家の説であり「中女は供養家である一説に致致すというこの字ですがこの字を各に下の句に続けて州の文を現存、えー、してかの中を治用しつまり役に,立ててえ役に立てなくてはならないというふうに理解する向きもあるようでございます。先に行きます。 かの中を用いなくてはならないもののようでございます。ーえー、と、今、漢は平乱の後に次ぎ、いささか衆の分の極地を現存して、かの中を用いなくては、えー、ならぬもののようでございます。陛下は 明らかな徳と良き道を保有しておられ世俗の軽薄を憐れみ王道の明らかでないことを悼みそのため権利法制の死を挙げこれを議論恒久しまさに仁義の美徳を行使起こし帝王の法制を明らかにし太平の道を打ち立てようとしておられます信は愚かで不詳の者のながら聞いたことを述べ学んだことを唱え 死の言葉を言うて、かろうじて失敗を免れているに過ぎません。そこで！政治の特質を論じ、天下の象徴を察するようなことは大臣や補佐の職務であり、3個休憩の責任であって、真中将のよく及ぶところではございませんただ、しかし、真には真中密かに不思に絶えぬことがございます。 そもそもいにしえの天下もまた今の天下であり今の天下もまたいにしえの天下であり共に天下でありながらいにしえは甚だ大いに収まり上下柔らに結み宗族麗宗盛んで命令しないで行われ禁止しないで闇役人に患者なものがなく 人民に盗賊がおらず人やは空虚で御宅は草木をすら潤し慶宅は視界にこうむり鳳凰が来たりとどまり麒麟が来たり遊ぶなどいにしえをもって今をはかるに、えー、注釈鳳凰、えー、が来る鳳凰が来る とどまる集まるというのと、キリンが遊ぶという。ここはですね。随所。の出現ということでございます。先に行きます。イニシアを持って今を測るに。に今は全てなんと、また遠く愛及ばないことでございましょうか。どういうところに誤謬があって、次第に核も衰えたのかという点でございます。主に何かイニシアの道から失ったところがあり。 天の試みにこのことをいにしえのあとに尋ねこのことを天に還元してみればあるいは行行にもわかるのではないでしょうかそもそも天にはまたそれぞれに分かち与えるところがあって獣に、えー、と上の歯を与えればその角を除き え上の歯じゃなくて上司おおお、上司っていいですかね、そうですね獣に上司を与えればその角を除き、注釈、え難、ー、ジ大祭礼など諸々に角をいただくものは上司なしと、あるいはこれに類する句が見られる、戻ります。 鳥に翼をつけてその足を2本にとどめるなどこれは代を受ける者はさらに賞を取ることができないということでございます。古の禄を与えられた者は力仕事で身を養わず交渉など末行に勤労しませんがこれもまた代を受ける者は賞を取ることができず天と心を同じにするものでございます。全 <laughs> 振りしてあるってことですね。 「そもそもすでに代を受けていながらその上また賞を取ろうとしても天はこれに足し与えることができずまして人においてはなおさらでございます。これは民が足りないことに苦しみ強豪,豪と恨み憂えるゆえんでございます。我が身は天の恩寵によって皇位に上り家の内が温かくて香録をはむままに。 武気の視力に乗じて下に民と利を争うようでは民はどうしてこれに当たることができましょうさればその主を多く蓄えその牛羊を多く買いその電卓を広めその制御を披露しその蓄積を蓄えるなどこうしたことを努めてやまず民に迫り踏みつけるならば民は日に日に,そが日にそがれ月に縮まりついに 次第にに大いい困窮してしてまいます。止める者は斜視満閲し貧しき者は窮迫修復します」「修復して神が救わなければ民は生を楽しまず民が生を楽しまなければ死もなお避けられずまして罪などどうして避けられましょうか」「これが刑罰の多くで患者の抑えがたいゆえんでございます。 そ,のそれゆえ、録を受ける家は録をはむのみで、民とは制御を争わず、それでこそ利益を平均することができ、民も家ごとに充足することができるのであります。これは上天の断りであり、また太古の道でもあり、天使が、えー、乗っ,取ってその定めとすべきもの、大夫が従うてその行いとすべきものでございます。それゆえ公儀主は炉の国の宰相となり、 注釈。抗議氏は抗議球の損傷、星が抗議っていう二文字性ですね。戻ります。それゆえ、抗議士は炉の国の宰相となり、我が家に帰って絹の絹を折っているのを見ると怒ってその妻を離縁しました。ありましたね。これね式に出てきましたね。また家で食事して木を食べるとえ木というのは野菜の名前です。 って我が私は禄をはんでいる身であるのにその上まだ農夫や公女の利を奪い取れるだろうかというのが彼の言い分で古にしえの賢人君子たる地位にいた者は皆このようでありましたしたがって下の者はそうした行いを立派だとしてその教えに従い民はその 連結ににされて貪欲・疲労なりませんでした宗室の衰えるに至ってその携帯符が義理をなおざりにし利益に走るに及んで県上の封がなくなり伝長を争う訴訟がありました注釈春秋左伝西高十一年の上に宗王が信と宗 他を争った記事がある。あった、あった。しかし、携帯部が争ったものではない。そうですね。はい、えー、戻ります。<laughs> されば、詩人は憂えてこれを風刺し。せったるかの難山これへ。席がんがんたり。 カッカクたる死因民共に汝を見ると歌いました「昼食」「死境生が節南山の死」「節は高く険しい形」「ガンガンは」は、えー石,ね、石の積み重なっている形「カクカク」は盛んなる形「死因」は州の大使の因子 「千へ見る」というのは山の高きを仰ぐように仰ぎ見るの意味続き「汝が義理を好めば民は仁に向こうてその風俗が良くなり 何時が利を好めば民は横島を好んでその風俗が破れ,破れるのですこうしたことによってみれば天使の大夫は仮眠の見習うところであり 遠方の人々にも紙面から内をのみ望み見られるのでございます。近くの者は見てこれをまね、遠くの者は望んでこれに倣うのですから、賢人たるべき地位にいながらどうして庶民の振る舞いをすることができましょうか。そもそも高校とあくくして在留を求め常に欠乏を恐れている。注釈、高校は心が安定せず忙しい様。 高校、うん、でも休息の形なりって書いてありますね。これが庶民の心であり高校と心はやって仁義を求め常に民を強化できないことを恐れている。これが大夫の意であります。駅に背負いて勝つ乗りあたの至るを致すとあります。注釈貝の 六三の工事君子の位におりながら先人のように卑しい人のように荷物を背負うて立派な車に乗るその不に合いを見て他人がこれにとって代わろうとして甲を来たすあたを来たすの意味あなんかそんなのありましたね。うん、駅に背負いて勝乗りあたの至るを あの至るをいすとあります。車に乗るのは君子の地位であり、荷物を背負うのは精進の仕事であって、これは君子の位におりながら庶民の振る舞いをすれば、その災いは必死であることを言っているものであります。もし君子の位にいて君子らしく振る舞うには、抗議球が論の最小とし,てし,したように振る舞うべきであり、もしそれを捨てて帰り見ないなら、なすべきことはないのでございます。 春秋において一等を尊ぶのは「注釈え王者の一等事業を尊ぶ」という意味「一等とは万物が全て「え滑る」という字ですねすべて皆一に帰すること戻ります春秋において一等を尊ぶのはそれが天地の浄土であり古今の通義であるからです今死は道をことにし人は論をことにし 百科は法とをことにし詩位が同じでないそのため紙は一等を保持することができず法制がしばしば変わるため下は何を保守すべきかを知りません。真愚公いたしまするにもろもろの陸芸の科目や君子の学術に加えられないものは注釈陸芸は立慶に同じ。うん 陸芸の科目や君子の学術に加えられないものは、すべてその道を断ち切って共に進ませないようにしたいものと存じます。そうすれば、横島で偏った説が絶滅し、その上でなら良、東を一つに新報道を明らかにすることができ、 民は拠り所を知りましょう。対策が終わった後天使は中将を高渡国の宰相とし駅王に仕えさせた駅王は帝の兄であり生来凶慢で優を好んだ中将は人の踏みを行うべき道、えー、正しい道をもって矯正したので王も中将を敬い重んじたやがて王は中将に問うていった。 越王江千は大夫の節要小半礼とともに図って五の国を打ちついにこれを滅ぼした執借節要は絶要に同じかまたえ絶じゃなくて公喜咲にも作る下の絶と喜はちょっと似てますね公要小というのは大夫のも文章っていう人ですねえー、っと続き 講師は陰に三人ありと言うたが、私も越に三人ありと言いたい。注釈。三人の神社、えー、講師の言う三人の神社というのは陰の末の三中心、美詞、騎士、悲観を言う以上は論語の美詞編。それから越に三人ありのこの三人、春秋半路では、 この3人を高専半寧大夫小の3人とするまた問う人は高等王ではなく高専王となっているうんどうなんですかね高専は仁の人ですかね。 この節用という人は誰かなあ言いましたっけそれ「節つよ台風」「判例まあとりあえずここはこうなってますねはい「生の観光は観中によって疑いを解決したが私は君によって疑いを解決したい」「中女は答えていった」「真は愚かで重大な質問にお答えできるようなものではございません」 聞くところによれば昔炉の君が硫化系にお出た硫化系,、ねはいえー、系に炉化系炉のタイプのペンキンという人硫化はその職有の名前 K が死亡で硫化系ですね硫化 <laughs> 系ってい,いつも言いたくなってしまうけど硫化の系ですね系に、 私はせつの国をとととうと思うがどうう思が、どだろうかと言いました。すると竜家圭は「それはいけません」と答え家に帰ってから浮かぬ顔つきで他国を撃つ場合これを人々には相談しないということを私は聞いているがこうした相談の言葉がどうしてこの私に向けられたのであろうかと申しました。たただだ問われれけなのに、それでもやはり、 恥じたのですまして越が偽りを設けて碁を打ったことに至ってはなお,なおさらのことです。これによって言えば越にはもともと一人の神社さえいなかったのです。そもそも「神人とはその義を正しゅうしてその利を図らずその道を明らかにしてその功を図らないもののことです。 されば、中治の門では五釈のわらわさえ、ごはのことを口にすることを恥じるのも、派者が詐欺・暴力を先にし、仁義を後にするからでございます。中治というのは孔子のあざなでございます。先に行きます。仮そめにも詐欺を行うだけで、大君子の門下では口にするにも足りなかったのです。 まあ大君子とといいうのがまあ孔子のが孔ことでござまます先に行きます。ごは他の諸行に比べればまだ賢いがこれを三王に比べるのは武夫を美玉に比べるようなものでございます」「王はよろしいと言った」「注釈」「武夫」というのは玉に似た美石ただし比べ物にならないという例え。 月とすっぽんみたいなやつですかね中女は王国を治めるのに春秋に記された「歳」の変をもって陰陽の木が行いを乱すゆえんを追求しそれゆえ雨を求める時はもろもろの容器を閉じてこれらのもろもろの陰気を放ちまたその雨をとどめる時も それとと反対のことをした注釈雨を求め雨を止める方についてはその春秋反論に詳しく説かれている例えば難問を閉じ火を焚くことを禁じまた北門を開き水を人に注ぐなど先に来ますこの説を一刻に行うて期待する結果の得られなかったことは勝って一度もなかった。 中中頃最初を廃され中台風となったこれより先両東軍の公廟と長領の公園の宮殿に火災があった公廟というのは高祖の廟ですね各国にあるわけですね各地にあるわけですね長領は高祖のまあ両方のお墓中女は家にいてその意味を追求し草稿を起草したがまだ上書しないでいた。 その後守法宴が中将を訪れひそかにその草稿を見て憎みその文書を盗み出して掃除をした主女は「諸珠を召して皆にそれを示した」「中将の弟子の両方女が死の文書と,、えー、とはつゆ知らずそれを甚だ愚劣なものとしたため」 中女は役人に引き渡され、死罪に通したが、見事のりによって許された。がくて中女はついにあえて再び祭遺の説を言おうとしなかった。中女は人柄が連直であった。当時、官は国外で司法の恵比寿を退けていた。 公孫公は春秋を学んで中女に及ばなかったがしかし公は世俗の名誉を願い求めて政治を行い位は後慶に至った中女は公孫公を追称あゆするものとし公孫公はこれを憎んだ公正王もまた首相の兄であり最も褒章でしばしば李二千席を残骸した。 そこで高孫公は中女を陥れようと思って首相に「高成王の最初が務まるのは当中女だけでございましょう」と言った高成王はもともと中女が大寿であると聞いていたので赴任した中女をよく待遇したが中女は長くなれば罪を得ることになりかねないと恐れ病と称し職を免ぜられたおよそ前後二国の宰相となりその都度凶慢な王に仕え 一心を正して部下を率いしばしば上層層寛層し国中に強令し寛によればその国は治まった暗いを去って帰をするに及んでも最後まで家の暮らし向きなどに関心がなく学問を収め書を表すことに専念した。 中女は家にいたがもし朝廷に重大な議案があると天子は死者や帝位長等を差し向けその家に行って問わせた中女の答えには全て明白な純則があった武帝即位の始め以来義気公と武安公がこれは唐栄と殿墳ですね儀気功と武安公が上昇となり儒学を流勢にした 中女が対策に応えるに及んで講師の額を遂行究明し百科の説を抑さえ退け学校の館を立て注尺五教,教博士もしくは五計博士を置いたことこれは権限5年でございます衆軍に母裁えっ、ー、と高錬の科の死を推薦させたなどのことは皆中女の発議によるものであった モサイは元と秀才と言ったが五冠の後武亭の意味名を避けてモサイと改めた、まあ、だからこの頃はまだ秀才と言っていたんでしょうね高連は高校と清連の蚊戻ります年老い天授を持って家で帽子した 注釈卒年は不明だが大所元年以後のことのようである戻りますその家は模漁に移りこの模漁というのが武帝のお墓のあるところですね「えー、子および孫たちは皆学問を持って大観となった」「中女の著書はいずれも慶術の意を明らかにしたもおよび上書して筋道を明らかにした教えで全て123編ある」 他に春秋をもっぱら特質の面から説いたものとして、文居、玉杯販路、注釈、え春秋、販路のことですね、先ほど出てきたやつですね、17巻、今この書中に玉牌、竹林等があるので、中女の次女であることを疑うものもある。 えー、先にいきますね。えっ、ー、と「文教玉灰」露「販路生命」「竹林」の類がまた数十ペン十万字余りあり皆後世に伝わっているそのうち当世に切実で引いては朝廷に執行された言葉を拾い取って本編に著録した以上でございます。えー、ここからコメント 三に言う流教は忠女をたたえて言っている当忠女には王の補佐役たる才能がありいいい旅房といえどその紙に出るものではなく漢中安芸の友柄など覇者の写真たちもまずは忠女に及ばないものであると忠、えー、釈漢、えー、中これあのいわゆる漢中漢詩を書いた漢中ですね。 字が違いますけど竹冠に完全の冠になってますねえそれから写真さ「さしん」「さ」「さ」っていうのはあの補佐の「ほさ」の「しん」「ごは」のことですね「ごは」「さ」の「しん」「はく」っていうのが「ごは」ですねはい「はじの「さしん」たちもまずは「中女に及ばないものであると 京の子金に至って子を持った劉教の子劉金ですね。委員と旅房は一対の聖人でありもし王者が彼らを手に入れなかったら好奇できなかったであろう。されば岩塩が死んだ時孔子は「ああ天我を滅ぼせり」と言ってえ注釈論語の先進編ただこの一人だけがよく補佐としての役割を果たせたとしており。 西が志功、志勇、志華といえどもこれに預からなかった注釈え春秋供養伝愛子14年には岩塩と白郎を公子の補佐としているああ、白ちゃんも死んじゃったよな。龍金は左殿家として安に供養家の義を博したもの薄したものであろうか。戻薄したもの。はい、続き。 中は真の絶学「中女は真の絶学を舌学の後を受けた漢の絶学というのは、まあ、こちら「滅額」となってますけれども。 学問が中絶された、まあ、弾圧があったので、えー、中女は真の絶学の滅学の後を受けた漢の立系が離散分裂していた時世に遭い帳を下ろし憤りを発して心を大事業に潜めこらし後の学者に統一した拠り所を得させ従者たちの頭となったがしかし彼に浸潤した私有,私有やその学問の偏言を考えてみれば 注釈新、えーと、新潤、新潤、新ね原文だとこうようやく禅っていう字になってますね、うんはいえーと。しかし彼に新潤した私有やその学問の圓言を考えてみれば、 やははりり、まだ、私有私下には及ばないもののようでありそして官中安永も及ばず委員旅房も彼以上でないというのは褒めすぎであると流教の総尊の教に至っては行き届いた議論をする君子であるが劉金の言葉を当たっているとした。 以上、当中助電第26終わる。